まだ出てない車だから。変化して、仕上げが難しい箇所になります。この箇所は、光の反射具合やこういうふうに触診を行って流れの具合、形状がこう起伏してくると思います。ちょっとここが合わさるところなんで、ここを触りながら違和感がないかどうか触診したり、光の具合、反射の具合を確認しながら磨きで調整を加えていきます。そのようにして後ろの車のような綺麗なボディへ、お客様へ喜ばれるボディへ仕上げていくわけです。ちなみにマツダ3の、豊富で生産しているやつは、最後の表面処理前の仕上げは8パックの方ですね、僕がやりました。オフ工場出向いてですね、量産前の綺麗に磨いて硬い処理をして今の、生産を行っています。これで今日お客さんから2、3回マツダスリー買うあざーす。